井上尚弥との対戦が発表されたばかりのルイス・ネリと話をしている男性がいます。元 WBC 世界バンタム級王者の山中伸介さんです。山中さんとネリは2017年8月に1度目の対戦をしました。4ラウンド TKO でネリが勝利しましたが、その後ドーピング疑惑が浮上する騒動が起きました。この時は禁止薬物を故意に摂取した確証が得られなかったとして、 WBC は処分ではなく、ネリに山中さんとの再戦を命じました。そして2018年3月の再戦前日、1度目の計量でネリは規定より約 2.3 キロ重い 55.8 キロという大幅の体重超過を犯してしまいます。再計量でも 54.8 キロと 1.3 キロオーバーで王座は剥奪されました。当日計量の結果、試合は行われましたが、そもそも規定体重まで絞り込んでいない体からのリカバリーで試合に臨んだネリが圧倒的有利な状態で2ラウンド TKO で勝利。山中さんはこの試合を最後に引退しました。ユーモアも交えて会話をした山中さん。握手で和解をし、別れました。